まだまだね、多分キノコが見つかるはずですので、探していきたいと思います。キノコチャンネル。目の前に畑茶大苔があります。こちらのキノコはですね、このお茶碗のような中に胞子が入っていて、この横にある白い子ですね、この子、この上がなくなるとこうなって胞子を外に飛ばすという大変変わったキノコです。目の前にこのちっちゃい黄色いのですね、スネの茶大苔というキノコ、こちらはですね、上の黄色い部分が開くと中に目に見えるサイズの胞子があります。それを飛ばして増えるキノコですね。ただね、このキノコ7月から生え出すんですが、今年はねちょっと時期が早いです。これは夏のキノコが期待できますね。皆さん、苔のところにですね、すごいカレーの匂いがすると思ったら、こちら匂いはチチタケがたくさん生えてます。この子が一番美人さんですかね。匂いはチチタケの特徴がカレーの匂い。なんでしょうね、カレーの匂いというよりカレーのスパイスの匂いがします。これが匂いはチチタケです。この傘に関門があるというのも特徴の一つです。足つってきた。